マリスさんならもう知らない人はいないんじゃないかというぐらい大大大大人気のお店。うわうわすごい、これが漫画盛りですね。漫画盛りです、どうぞ。うまいったガールが行く突撃うまいった旅。それではスタート。皆さんこんにちは、うまいったガールのことみです。本日よりうまいった北海道新企画うまいった旅白石編がスタートいたします。そんな記念すべき第1弾のお店なんですが、うまりすさんならもう知らない人はいないんじゃないかというぐらい大大大大人気のお店、しんちゃんママさんにお邪魔したいと思います。本当にこちらのお店はですね、西田さんの聖地といっても過言ではないぐらい人気なんですよ。うまいった北海道のですね、Facebook にでも毎日投稿がされてまして、本当に見ない日はないんですよね。早速中に行っていろいろ話を聞いていきたいと思います。こんにちは、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいアットホームな雰囲気ですねどんな商品出てくるのかすごい楽しみです。よろしくお願いします。お店の名前がですね、しんちゃんママという名前だったんですけど、はいはいはい、その由来とかってあるんですか？しんちゃんのママなんです。あ、そうなんですね。そうなんです。あ、息子さんがしんちゃん。そうです。あ、そうなんですね。です、はい、たまに食べに来たりとかするんですか？昔は来ましたけど、今高校生になったから来ないです。あ、高校生なんですね友達来たりとかしないんですか？友達が偵察に来ますね。あ、そうなんです。お母さんと一緒に、結構定食の種類が豊富だなと思うんですけど、はい、増えた理由とかってあるんですか？増えた理由ですか、はい、最初のうちは5品ぐらいしかなかったんですけど、でも一応ついてくる3品が変わるんで、はい、大丈夫だったんですけど、なんか作ってるうちに増えてきた。あ、そうなんです。で、結局なんか評判がいいとそれが残っていっちゃうんで、あ、で、たまに違うものを作るとそれも美味しいねになっちゃうと、はい、減らせなくなっちゃって。そうですよね。だんだんと増える一方で。この仕入れ先とかってどういうふうに決めてるとかあるんですか？うん、安いところ、はい、あと港に行ったりとか、はい、うん、苫小牧行ったり、はい、石狩行ったり和鹿行ったり、その時によって、はい、取れる時期によって行くところを変えて。あ、やっぱ旬にこだわってるというか。そうですね。そうなんですね、うん。安いとかっていう情報とかって誰かに聞いたりとかもあるんですか？やっぱりインターネット見て。あ、やっぱどこどこで何やってるよとか、何取れてるよって、カレーがどこで取れてる、ホッケがどこで取れてるっていうのを聞いて、それに合わせて。へ、一人で行かれてるんですか？一人で大体行ってますね。すごいですね。休みはあるんですか？休みは一応あるすごいですね。定食を出す上でこだわってることとかってあるんですか？こだわりはやっぱりお腹いっぱい食べれる量、うん、少ない量で出すよりも多い量で出す、はい、で、まあ、残しちゃった場合はお持ち帰り容器を用意して持って帰る。お持ち帰りもできるんですか？はい、ありがたいです結構 SNS とかチェックされるんですか？しますね、毎日見てますね。そうなんですね、うん、結構お客さんと直接やり取りしたりとかもあるんですか？ご来店いただいたお客さんには必ずあげてもらったら、お礼を一言だけでも言ってますね。お客さんも嬉しいですね。あんまり直接やり取りできるってないですもんね。そうなんです。一番人気とかって？一番人気はトンテキです。あ、こちらはどこから仕入れてるとかありますか？ここは肉屋さんから、ちゃんとした肉屋さんから仕入れてて、まあ普通では食べられない 300g なんですけど、はい、すごいボリューミーですね。そうですね、 300g でこのお値段で食べれるとこはないと思います。ぜひ食べてみたいです味付けとかってこだわりはありますか？これはもともとはタレでやってたんですよ、自分で作ったタレで、はい、でもちょっとタレだとくどくて飽きちゃうんです。もうそれで塩コショウが一番かなと思って、塩コショウに戻してからも塩コショウが定番で。
シンプルで、そうですね、そのものが味を出すという感じですかね、うんうんうん、女性とかも結構来られますか？多いですよ。あ、多いんですか？うちは多いですね。なんか一人で来てくれやすいっていうんですかね。で一人で来てくれて、で結局こういうのは多すぎて食べられないんで、持って帰って晩食べるわっていう。おつまみにいいと思いますっていう。近いぐらいに入られたら、うん、結構定食ですし品数も多いし大変じゃないですか提供は。でなおかつ、そうそう、喋りながら、そうそうそう、相手しなきゃみたいな。そうそう、でももう真剣な顔に顔が変わるから、はいはい、もうなんかお客さんも無論今じゃねえなみたいな、今言ったら怒られるみたいな。なるほどなるほど。多分お客さんもちょっとこう、そうそうそう、あうんの呼吸で、そうだからもう私できない時お客さんで水をついてくれて、他のお客さんになおさらもう、そうそうそう、そうそうそう、出してくれたりとか、もうここに置いたらもう出してくれたりすごい、みんなでやってるよ、そうそうそう、本当に一団結したお店、うん、助けてもらって、なるほどなるほど、いいですね、今なかなか想像ないですね、ない、温かいですね、焼くときもそのまま味付けなしで焼いて強く振りながら、そうですね、ちょっと仕事の感じで、肉体労働の方にはちょっと濃いめ、うん、じゃないとちょっと味がないって言われるんで、でも一応そのために塩コショウを置いてるんですけど、じゃあお客さんを見ながら、そう、うん、漫画盛りってあるんですけど、はいはい、もうね、漫画盛りしてみます、そのままです、漫画盛りは普通の大盛りよりももっとこうもうこうなってる、ね、だから普通でおかわりするよりは安いです、あ、そうなんだ、うん、そうですね、そうです、でも食べてくださいよって必ず結構頼む方いるんですか、います、います、いるんですね、もう完食して帰るんですか、完食します、でもたまにしかそれが出ないんで、たまに出たら周りのお客さん久々に見たーっていう、でもう達成感でやったーみたいな、ちょっと楽しさもあるそうそうそう、俺はできるんだーみたいな、食べる人も食べてやったんだみたいな、手作りです、自分で出しとって、味もこだわってる、そうですね、あごだしとカツを取って、だから必ず食べ終わった後にそれに水を足して飲んでいきますね、お味噌汁じゃないですけど、うん、でもごめんね、そば汁なくてっていうご飯漫画盛りにします、あの、いいんで、じゃあいただいていいですか、大丈夫です、何かちょっと責任持ってちょっと、はい、やっつけていきますんで、なんか結局大盛りってお金取られるじゃないですか、はいはいはい、でうちの息子が今高校2年生でオープンするの中学校3年生だったんです、その時に体重が100キロあって、でご飯を食べていろんなところ歩いてたら、必ずご飯を大盛りにしてくださいって150円って言われるんですよ、まあ多いですね、はい、それが嫌で、はいはいはい、うちは大盛りはただあれで、はい、で漫画盛りまでなるとちょっと値段かかりますよっていう、そう、まあ、定食の値段にプラス100円、そうですね、漫画盛りは、でも食べる人にしてみれば大盛りは普通に無料で、はいはい、漫画盛り100円なら安いよねって、そうですね、ちなみにこれ漫画盛りは、はい、何グラムぐらいですか、3グラム、
ょっと今聞いてびっくりしちゃった。聞けるかな。全員聞こえられるかもしれない。よいしょ、お待たせしました。ありがとうございます。うわぁすごい、これが漫画盛りですね。漫画盛りです、どうぞ。それでは早速いただきたいと思います。見てください、この量。これが漫画盛りです。お米とかも結構こだわってますか？そうですね、うちはこの時期はお盆好きです。ああ、そうなんです。時期によってまた変わるんですね。そうですね、じゃあいただきます。どうぞ。炊きたてなのですごい美味しいです。見てください、この肉の分厚さ、やばくないですか。いただきます。すごい柔らかいです。この味も最初醤油ベースだったんですよね。そうですね、自分のところで作った自家製タレだったんですけど、はい、ちょっと飽きちゃうんでそれだけの量食べると、はい、やっぱ塩コショウが一番かなっていう。塩の方がこの肉の旨味も出ますもんね。この塩加減もちょうど良くて、食べたらご飯っていう風にすぐ行きたくなっちゃいますね。こちらのお惣菜もセットでついてくるんですよね。そうです、3品は必ずつけて、漫画盛りでも多分おかずは足りると思います、はい。すごい豪勢ですよね。そうですね、季節のものを少しでも取り入れてもらいたくて、体のために、はい、全部手作りです、うん、結構時期によってじゃあ色、そうですね、山菜の時期は山菜、 あとまあお魚の時期ならお魚、そういうのを考えて作るようにはしてます。さすがに山菜までは取りに行ってないです。行きます。行くんですか。竹の子取りに行ったり行きますね。やっぱその場所は言わず、言わず、絶対言わないです。そうですよね。みんな教えてくれないんですよね。これからはタケノコなんで。行きます。一人で行く。いや、お友達と。クマがいたら困るんで。いや、そうですよね。困るんですもんね。うん、おいしい。すごい優しい味がしますけど、実家に帰ってきた感じしますね。おばあちゃんだね。この麻婆豆腐の味付けも一からですか？はい、もう一からですね、あんまり辛すぎず、甘すぎず、はい、うん、辛いの苦手な方も結構いますもんね。います、います、います。うん、おいしい。はい、お待たせしました。どうぞ。これもセットでついてくる。セットです。これでいくら？それで850円。チェーン店では絶対できないですね。麻婆豆腐食べた時すごい香りが良かったんですけど、花山椒を入れて、なるほど、すごい香りしますね。こちらの味噌汁も結構変わるみたいなんですが、今日はエビが入ってます。うん、エビの出汁入っててすごい美味しいです。
なんか朝一で飲むような味しますね。美味しい。では最後いただきます。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。そして何よりですね、しんちゃんママが本当にいい人でした。普段もですね、お客さんの悩み相談とかいろいろな話を聞きながらランチを提供しているそうなんですが、本当に常連さんになる気持ちがめちゃくちゃ分かりました。そしてあの漫画盛りのライスすごいですよね。結構定食も一つ一つにボリュームがあるので、食べきれなかった人はですね、お持ち帰りのパックなどをもらえて持ち帰って夜でまた食べることができるみたいなので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。それではこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからまだまだ白石編続いていきますので、ぜひ皆さんご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。